むだけでマイナス10キロ痩せるお茶をお伝えしていきます。まずお知らせを言ってさせてくださいね。明日3月の17日水曜日夜8時に新プロジェクトを発表させていただきます。 LINE のお友達の方限定での発表となります。もし無料案内をご希望の場合はこの機会にぜひ LINE のフォローをしておいてくださいね。よろしくお願いいたします。それでは話を戻していきましょうね。飲むだけでマイナス10キロ痩せるお茶ってどんなお茶って思いませんか？私もね思ってました。そこで今回この動画ではこのお茶ですね、珍しいお茶ですの作り方、そして飲み方、量ですね、こういったところを動画の最後にお伝えしてまいりますので、ぜひ楽しみにご覧くださいね。このチャンネルではこのような様々な腸活法を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただきますととても嬉しいです。それでは早速本題に入ってまいりましょう。ではまず一つ目の項目です。なぜこのお茶を飲むと痩せることができるのかということで、ポイントが2つあります。1つ目はあなたの腸内環境が整うからなんですね。もうとにかく痩せるためにはあなたの腸内環境が鍵を握っているんですよ。もしあなたがもういろいろダイエットをね、今までもあれもこれもやってきたと、で結果が出た時もあった、だけども毎回リバウンドしてるってもうガクッとね自信をなくしていらっしゃったり、もうなんでこんなにダイエット頑張ってるのに1キロすらね体重減らないのって落ち込んでいらっしゃるとしたら、あなたがね悪いんじゃないんですよ。過去の私もそうでしたけれども、もうなんでこんなにうまくいかないのかって、そこはですねあなたの腸内環境がね悪いからなんですよね。悪いままだともうどんなに頑張ってもですね、もうなかなかやっぱり根本的に痩せることってね残念ながらできないです。なぜかというとあなたの体質そのものが痩せ体質ではないからなんですよ。だから例えばどんなに食事量を減らしたとしても召し上がっているものが腸内にいるデブ菌と呼ばれるその悪玉菌が大好きな食べ物ばっかり食べてたとしたら、あなたはですねもうどんなにコントロールしようとしてももう絶対にですね痩せるような食材を食べたいって思えないんですよね。実はですね私たちのこの味覚ですよね、あれが食べたいなこれが食べたいなってこう思う時ってないですか？無性に例えば脂っこいものが食べたいとか、ふと無性になんでこんなにあんなものが食べたいんだろうっていう時はですね、あなたの腸にいる腸内細菌たちが欲しがってるからなんですよ。実はですから、実はですね私たちがあれ食べたいこれ食べたいと思ってるのって自分が思ってるわけじゃないんですよ。あなたの腸内に住み着いているその細菌たちが欲しいって思うものがその味覚として指令を出されているってことなんです。逆に言えばもう操られていると言っても過言ではないぐらいなんですよ。これってすごいことなんですよ。自分が決めてるわけじゃないんですよ。自分が食べたいと思ってたものが実はそうじゃなかったということなんです。あなたじゃなくてあなたの腸内細菌たちが欲しいって思うものがイコールあなたが食べたいってなってるってことなんですよ。ここってすごいですよね。もう共存してるわけです、ね、あなたの中に実はもう一人あなたがいたみたいなね、そんな感じなんですよ。二重人格だったのとかね、そういうことじゃないんですよ。これってね大発見なんですよね。ですからあなたがもしも綺麗に健康的に痩せたいんだって心から願ってらっしゃる状態であったとしたら、あなたご自身をコントロールするというよりは腸内細菌をですね味方につける必要があるんですよね。そこでやはり腸内環境が整うものを飲んだり食べたりすることで痩せ菌が増えて元気になっていつまでも住み着いてくれてもよしよしですよね。もうまるでもう一緒にその暮らしてるような家族、もしくはペットとかかわいいかわいい細菌たちがですねお腹の中にいるわけですよ。その子たちとやっぱりいかに仲良くなれるかっていうことが痩せる鍵なんですよね。そこでこのお茶が大活躍してくれますよっていうことです。でまたプラスこのお茶はノンカフェインなんです。これが痩せる2つ目のポイントになるんですけども、もちろんカフェインって脂肪燃焼効果があって痩せる効果ももちろん一方ではあるんですよ。実はでもですねこれを飲みすぎてしまうと逆に太ってしまう原因にもなりかねないということ。なぜかというとカフェインというのはやはりですね腸に負担をかけるんですよ。そうなんです、腸がね
動かなくなっていってしまうんですよね。カフェインを飲みすぎてしまうとスイッチオンのですね、自律神経の交感神経がどんどん優位になってしまって、腸がリラックスできないですよね。休まらない、動けないということになる。そうすると悪循環なんですよね。なぜかというと、先ほどお伝えしました通り、あなたの腸が動いてくれないと痩せたらならないわけですから、そこの動きを止めてしまう。カフェインをやっぱり飲みすぎてしまうと良くないですよということになるんです。ではここから2つ目の項目です。その痩せるお茶は何でしょうかということで、今回はこちら、柿の葉茶になります。いかがですか？珍しいですよね。柿の葉って食べ物ね、フルーツの柿がありますよね。柿のあの葉ですよ。あの葉がお茶になっているということなんですけども、今回私が選んだのはこちらです。ひしわさんから出ています国産原料 100% のノンカフェイン柿の葉茶になります。で、水出しお湯出し OK なんですよね。で、ごくごく飲みやすいということで、20袋入っていますティーパックを選んでおります。で、こちらは1パックあたり 60g 入ってまして、こちらがですね、入れ方、美味しい飲み方あるんですけれども、やはり痩せるためにはぜひホットで召し上がっていただきたいなと思います。で、この柿の葉茶が持つダイエット効果なんですけれども、柿の葉ってタンニンですね、渋みの成分ですよね。渋いタンニンのその効果がやっぱりすごく優れてますから、なんと脂肪をね、このタンニンがですね、分解してくれるんですよね。どうでしょう、もう飲むたびにもうどんどん分解してって思いませんか？もう脂肪をさよならみたいなね、こういった効果もある。しかもすごくですね、血液をきれいにしてくれる、血管ですよ、要は血流をアップしてくれる関係で、結果代謝を上げることができるんですよね。やはり痩せる体というのは代謝の良い体です。要は脂肪をこう燃やす、食べたものをエネルギー化する、どんどん要は使うですね、その使う力がやっぱりないと太っちゃいますよね。ということで、この代謝を上げる効果もある。で、また悪玉コレステロールを減らすこともできますし、こちらカリウムも豊富なので、むくみ改善もねしてくれるんですよ。だってね、やっぱりどんなに痩せたってむくんでたら痩せたふうに見えないじゃないですか。もうすごく嫌ですよね。せっかく痩せたのに見た目変わんないってもうつまんないですよね。そこでやはりむくみ改善の効果もあるということ。そして一番すごいのがこちらです。プロビタミン C というのがすっごく入ってるんですよね。で、普通ビタミン C っていうのは、他のお茶もそうなんですけれども、熱に弱いんですよ。なので熱に弱いですから、その熱することで、熱湯で作ることで、そのビタミン C がある程度減ってしまうわけなんですが、この柿の葉茶が持つこのプロビタミン C っていうのはすごく熱に強いんですよね。負けないんです、熱に。ですからホットで飲んでいただいても安心してビタミン C がたっぷり取れるということが、この効果の相乗効果となって、どんどん脂肪が燃焼して燃えやすい体になって、悪玉コレステロールも減って、むくみも改善してですよ。すごいいいことづくめですよね。ではここから最後の項目に移りましょう。3番目、どのようにして柿の葉茶を飲むとさらにダイエット効果がアップすることができるのか、そしてまた注意点もございますから、ぜひ最後まで注意深く聞いていただきたいと思います。効果的な飲み方ということで、まずこの柿の葉茶なんですけれども、1日に1杯もしくは多くても2杯までにとどめてくださいね。実は先ほどお伝えしたこの脂肪分解効果がタンニンなんですけれども、大量に摂取してしまう、要は大量にこの柿の葉茶飲んでしまうと、大量にこのタンニンを取ることになってしまうんですよね。そうするとタンニンってですね、便を固くする作用があるので、ちょっと便秘になりがちになってしまう効果があるんですよね。なので逆に下痢気味の方はこの柿の葉茶飲むと、その下痢止めの効果もあるからおすすめなんですけども、お腹緩い方ね。でも逆にちょっと便秘がちな方っていうのは、飲みすぎてしまうとますます便が固くなってしまいますから気をつけてください。いずれにしても飲みすぎは注意なんです。そして作り方、ゆっくりですね、蒸らしてから作るのがポイントなんですよね。こちらのね、ティーパックにも書いて、パックにも書いてあるんですけれども、やっぱり急激にですね、グツグツ煮出して作るというよりは、70度ぐらいのお湯でこうじっくり蒸らしながら時間かけて作るとベストですね。なぜかというと、渋柿と言われるぐらいですね、柿の葉っていうのはやっぱりね、
一気にグラグラ煮ちゃうとやっぱ渋くなっちゃうんですよ。で柿の葉とか言ったらなんかもう渋い味なんじゃないの先生ってね思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実はこの柿の葉茶ってすっごく飲みやすいんですよ。ほんのり酸味と甘みがあってですね、しかもなんかね柔らかいね優しい味なんですよ。なのでここにもねごくごく飲みやすいってもうごくごくってもう本当これいい例えだなと思うんですけど、ごくごくってね飲めちゃいます。その代わりね飲みやすいからという飲みすぎは注意なんですけども、すごくね飲みやすいお茶なんですよ。ただしグツグツグラグラ煮出してしまうと渋みが出て美味しくないので、とにかくゆっくりゆっくりじわじわとね蒸らして飲んでくださいね、作ってくださいねということです。そしてポイント3つ目です。食前食後は控えましょうですね。これはなぜかというと食前食後にその飲んでしまわれますと、実は食事から取ったその鉄分をですねこの柿の葉茶の影響でうまく吸収できにくくなってしまうというデメリットもあります。ですからあんまりその食前だったり食後、要はお食事とセットで飲むようなお茶ではないんですよということをお伝えしていきたいと思います。そして最後注意です。持病をお持ちの方は主治医の信頼できる先生にまずは相談されてから飲んでください。特に糖尿病の方はこの柿の葉茶はちょっとね体調に合わない場合がリスクがありますから、ぜひ、糖尿病に限らず何かあなたがですね持病をお持ちだったとしたら必ず主治医の先生にご相談されてから飲んでみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。この動画では飲むだけで脂肪燃焼効果があって痩せる柿の葉茶をご紹介しました。ぜひ飲み方作り方ですねご参考にしていただいて、日々のあなたのダイエットにお役立ていただければと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。